こんにちは。今回はですね、サラリーマン YouTuber J 第7話なんですけども、なんともね、まあ頼りないメッセージが届いてしまいました。というのがね、うまくいかなくなる人とか消えていく人が100人中100人言うことをこのまま言ってきたんですよ。いや、これはね、やばいですよ。いろいろと試したくなって進まないとかね、で時間がないって言い出したらもうそこで終わりなんですよね。時間はみんなないんですよ。時間がない中でやる人が残って、時間がないからやらない人が消えていくんですよね。であと、いろんな機能があるのは分かるんですけども、私なんかの機能使ってますかねってことなんですよ。ただこう iPhone 向けてね、録画ボタンを押して3分とか5分喋って終わりみたいなね、それで終わりなんですよ。それが正解なんですよ。まずは数がないと何も始まらないんですよね。だからどんなもんでもいいから数を上げることなんですよ。で、忙しくても、例えば今車から送ってくださったんですけども、運転中のドライブ画像を送ることなんてのは簡単だし、ドライブレコーダーがついていたら SD カード抜いてそれをアップロードすればいいだけなんですよね。だからその何もいらないっていうかね、私の動画見て分かると思いますけど、菓子パン食ったって売り上げ上がるんですよ。でもこの辺をね、どんどんやっていく、要するに知られてないっていうのが一番悲しいことなんですよね。知られてないと何も起きないんですよ。で、まさにインターネットビジネスとかね、 YouTube 活動っていうのは知らせる活動なんで、今日のアクセスをいくつ稼いだかっていうことに尽きるんですよね。で、いくら上達しても露出がなければゼロなんですよ、不思議と。で、スキルがなくても露出が高ければそれで正解なんですよね。もう極端な話、100万アクセス取って売り上げが1円も上がらないなんてことはちょっと考えられないんですよね。でも高いスキルがあってもアクセスがゼロだったらどうしようもないんですよね。だからここなんですよ。これはね、多くの方に本当申し上げたいところなんですけどもね、これ本当にね、たまにこういう風な暗闇に入ってしまうんで、そのたんびに私はこうやって叱咤激励しますんでね、全然ついてきてもらったらいいんじゃないですか。サムネイルとかね、いらないですよね。編集とかもいらないし、そもそも見られないんで、そんなことしても見てもらえないんで、まずは数いくことなんですよ。だからね、動画1000本上げるまでは何も考えずやればいいんじゃないですかね。私は10万本やるまでは YouTube ができるなんてことは全然思わないようにしてるというかね、今1万本やっと超えたあたりなんで、まだ駆け出しだなと思ってるところなんですよ。で、動画の一本一本が質が高いものができるんだったら、はじめ社長とかヒカキンさんみたいなことができるんだったら別ですけども、私たちにはそれできないんですよね。だから質が悪い以上は量をこなすしかないんですよね。で、その量をどうやってこなすかっていうのも別に作り込まなくてもいいんで、とにかくアップロードするだけなんですよ。それこそお昼ご飯食べるときにお昼ご飯のメニューを読み上げるだけでもいいんじゃないですかね。そういう動画もありますしね。だからまずはね、知らせることなんですよ。これは YouTube を志す多くの方に、共通のメッセージだと思います。そして時間がないって言い出したら、そこでもう退場なんですよ。敗北宣言なんですよ。で、凝り出してもダメなんですよ。すごくシンプルですからね、やることっていうのは。それから、昨日だったかな、サラリーマンの方で、本業を本業にするっていうかね、わざわざ副業を持つんじゃなくて、 YouTube とか Zoom ってものを会社に導入することによって、インターネット部門の部長にあっという間に昇進してね、で給料、基本給を20万ぐらい上げたっていう例をお話ししましたけども、別にその道でもいいんですよね。だから会社に隠れてやるじゃなくて、もう本当に会社にインターネット部門を作りましょうっていうふうに提言して、それを責任持ってね、自分のプライベートな時間である程度作ってきて、これでどうでしょうかって言ってびっくりさせれば、じゃあ会社の予算でやろうかっていうことになりますからね。そういった進め方もありますんで、いってらっしゃい、いってらっしゃい。これはね、叱咤激励ですからね。頑張ってください。